試験投資です。まだデモで5800円ですね。これで勝てば、7000円ぐらいだから2000円ぐらいの利益ですか。私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となっております。ということでね、今投資ですね、の分析をしながら試験投資してます。あ、勝ちましたね。これなら億万長者は楽でしょうね。世界一の億万長者を越せますよ。越せます。世界一の億万長者を越せます。こんな感じだったらね。というのが出てきました。まあ、7680円。デモなんで、まだ2680円しか儲かってないんですね。で、デモ試験です。12連敗ライブで投資してね、失敗したんで、こちらですね。USDCHF ね、時間帯、こうですね。出てきたんですね。USDCHF。これですね。これですね。勝ってますでしょ、これ。ちょっと左上に上げます。ね。勝ってましたでしょ、これ。ね。平均ピップスが11位です。で、71% の勝率ですね。勝ちました。これなら、億万長者、平気ですよ。世界一の億万長者を越せる。越せる。これなら世界一の億万長者は越せる。ね。半間岩先生頑張ってます。これで頑張れば、ね。世界一の億万長者を越せますよ。心配しないで。ね。みんな心配しないでね。みんな殺さなくて済むから。ね。上の知能の生物だからね。世界一の億万長者自分で越せればね、大丈夫です。勝ちました。この戦略方法で世界一の億万長者越せますよね。半間岩先生です。人間の上の生物だからね、人間みんな動物だから、どんなにノーベル賞を取ったって私よりか学問は1万分の1です。あ、1000分の1ですからね。で、私よりか稼いでる人は全部死刑だって。それそうなんだけど、私から金盗んでるから ね。だからね、殺さないように人間たちの億万長者を越せはいいですからね、喧嘩しないようにね。ということでね、この調子のように稼げれば世界一の億万長者を越せますからね、心配しないでください。どうもありがとうございました。半間岩先生でした。